キーナちゃんのクラブセッティングを紹介していきます。はい、まずドライバーから。はい、ドライバー触って大丈夫ですか？あ、全然、はい、じゃじゃん。ん？なんですかこれ？ゲロンディ。ゲロンディ、うん、って読みます。ゲロンディ。初めまして、ゲロンディ。はい、あ、14のやつです。14のクラブはゲロンディっていう、なんかドライバー、14のゲロンディっていうドライバー、初めて見ました。じゃあこのドライバーの、まあ、10.5 度、うん、でシャフトはフレックスは何？ 60S、うん、これは割とハードですかね。ハードだと思います。そうですよね、女性には割とハードな、うん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 、でこのドライバーのこだわりポイントは何ですか？こだわりはやっぱり飛距離を欲しいじゃないですか、ドライバーって、はいはい、でいろいろ打ったんですけど、結局やっぱりこれが打感も好きだし、うんうん、飛距離も出てくれるんで、うんうん、長年これを使ってます。もう何年ぐらいの？言えないぐらい。言えないぐらい。もう私も言えないぐらい使ってるんで同じです。ウッド、うん、はい、はい、あれ一個これカバーカバーと、中身が一致してませんでした。はい、プロギアの、はい、これも結構前の、これももう長いです。ですよね、うん、そうなんです。3番ウッド、3番ウッド、はい、はい、使ってます。はい、これはシャフトはフジクラの XS、はい、これまた硬そうですね、スピーダーの、うん、これも結構しっかり系のやつですね、はい、この紫色のこのシャフトです、はい、で5番ウッド、はい、7番ウッド入れてるんだ。あ、そうなんです。へー、14です。はい、14です。5番ウッドの14、はい、すごいね、14でこの羽のそうねイメージが前からありますが、ねうんうんうん、シンプルですね。シンプルですね。すごくデザインがシンプルな感じになってます、うん、これも同じシャフトですか？ドライバーと一緒かな。ドライバーと一緒ですね。そうですね、フレックス S の70、はい、ちょっとなんかちょっと重たいの使ってますね。ハードめ持っただけで、うん、やばいの分かる。なんかね、もうね、あ、なんかね、もうあの男の人のクラブ持ってる感覚、うんうんうん、ちょっとハードめなんで。こう3本ウッド入れてるんですか？距離の関係でこう流れが作りたかったんで、これ170飛んでで180、190、200。でもユーティリティの上っていうのはなかったんですか？うん、なんかこう、うん、あ、ユーティリティを2本とか。2本とか。あのユーティリティがあんまり好きじゃなくって、見た目が。なるほど、どっちかが分かんないみたいなね。うん、そうそうそう、アイアンでもないしっていう。そう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 。構えた時にユーティリティすごい気持ち悪かったんで、じゃあ1本。そう、ずっと入れてなかったんだけど、これが初めて打ってたユーティリティ。へえ。で1本。うん。これ何なのか見てみましょうね。うん、初めて打てたユーティリティ、ゲロンディ、うん、ユーティリティ24度、うん、はい、はい、なんかすごいな、はい、これもシャフトがツアー ID、 ツアー ID ですね。なんか見た目に売らないですね。すごいハードスペック。ハードですよね。出てくる色が、うん、みんなが女の子が出てくる色とちょっと違うんですよね。ちょっと違うね。もっと青とか、うんうんうん、かっこいい感じの、そうそう、強い感じの、強い感じのすごい出てくる。さっきから黒とか。そうだね、確かに。じゃあ次、はい、アイアンが6番から、うん、6番からですね。6789P、うん、PA、うん、あ、ここは違うのかな、一緒かな、うん、PA まで一緒。そうです。はい、じゃあこれをちょっと見ていきましょう。ツアー AD の75、うん、はい、重いね。重いね。 75? 重いですね。 75R、うん、で、これもうん、14のやつですね、のクラブ、はい、これは最近のですか？ちょっと前です。ちょっと前です。ちょっと前のちょっと前です。なります。はい、で、まあ、あとこれが一番気になってたウェッジ。あ、ウェッジ、これは14。うん、これも14、ね、ウェッジといえば14結構有名ですよね。はい、うん、これがなんとユッキーナちゃんの場合は50度、うん、58度、うんうん、結構離れてるんですけど、うんうん、この理由って何なんですか？これは、ウェッジでフルショットをした距離が私は90ヤードと70ヤードっていうのをずっとジュニアの頃からやってきたので、もうこの自分の距離をそれで合わせてる感じがあるから、そこだけ変えたくなかったんですね、うんうん、その結果こう離れることになったと。よくみんなはね56とか、うん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 、まあ入ってますね、54とかね、うん、入れるんですけど、いらないと、うん、いらない。自分はこの2本でジュニアからやってきてるんで、うんうん、その感覚をこう崩したくないという、フルショットとその自分の距離感があるから、うん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 、なるほど、うん、そう、ここ結構離れてるのが気になったんですね、うんうんうん、確かに。つまり14本入ってない、入ってます、うん、入ってるかな、入ってる。でパターだ。そう、パターで14本かな。パターが、はい、はい、
こちらは、はい、お、これは何ですか、またオデッセイ、これオデッセイ、オデッセイですね、はい、はい、オデッセイのブラックシリーズ、L字マレット、L字マレットかな、うん、これはなんかどこがいいとかあるんですか。あのやっぱり形状、ヘッドの形状が私マレットが好きで、うんうんうん、でこの L 字マレットが一番その過去に試合で優勝した時に使ってた形と一緒なので、なんかいいイメージもあるんですよ。湧いててみたいな。そうもう、はい、まあ、今日見ててイメージ湧きまくってますもんね前半見ててもイメージが出まくってるんで、うんうんうん、じゃあパダーのこの L 字マレットが、うん、もちろんこれ長年、あ、長年使ってます。なるほど、よりすぐりのねクラブたちでした。多分ね、数々のクラブを勝ち抜いてきた私なんだと思いますはい、はい、じゃあ以上で、はい、後半ラウンドに参ります。お願いします。お願いします。エピックラッシュでいきたいと思います。うわーすごい、ちょっと待って、なんか全然違う、自分のと、あ、すごいなんか出だしが違いますね、うん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 、なんか14もそもそもあんまウェッジしか知らなくて、あ、はいはい、なんかいいなって思う部分ってどういったところにあるんですか。アイアンもドライバーもそうなんですけど、うん、やっぱり飛距離が飛ぶ、うん、おー、その前飛ばなかったって言ってたんじゃないですか、うん、昔は、うん、だからその14を使うようになってやっぱ飛距離も伸びてみたいな。伸びましたね。へえ、そうなんだ。でも14って簡単なんですか、難しい。あ、私は結構あのヘッドの見た目とか好きですけどね。大きくてちょっとこうぼってりした感じが好きじゃないので、うんうん、なんかシャープですよね。すごい、構えた時にもこう入りやすいし、うん、じゃあ今時のちょっとフェイスが厚めのよりはああいうシャープで、そうですね、方が好き、うん、なるほどね、うん、先に下ります。 OK、 大人のゴルフ、すごい嫌なところにある、うん、へこんでるところにある、へこんでるところにある、そう、私も140ヤードを軽めに刻みます、うん、うん、いいとこ、はい、なんでそう、この寒いね、うんうん、2月にもう慣れろうとしてる、うんうんうん、今の時期もその重ためというか、あ、ハードにしてるかみたいな、うんうんうん、あのクラブを作った時が、うん、トレーニングとかをすごいやってたりとか、うんうん、練習もすごいやってた時期なので、今やっぱりレッスンを始めてから、うん、その自分のゴルフをやる時間が減っちゃったじゃないですか、うんうんうん、減っちゃった。そうだけども自分はあれだけやればそこまでできるという目印というか、あ、目安というか、このクラブを触れてる自分みたいな、いたみたいな、うんうんうん、今の自分に合わせてクラブを作りたくなくて、なるほど、ね、自分が一番今までのゴルフ歴の中の一番いい時のセッティングだから、うん、そこはキープしたい、そこに向かって自分は頑張っていきたいっていう目印。なるほどね、うん、でそのままなんだ。そうでもたまに重いなと思うけどそれもまあなんか振るようにして、まだ振れるみたいな、そうこのクラブに自分を合わせていくみたいな、うんうんうん、新しい考え方ですね、うんうん、いいね。お、行ってくれ、行ってくれたけど、お、9番で打てました、なんとか。私も122ヤードを9番で打ちます。もういい、ピン刺してます。もういいかも。ナイス。なんかね、流れるんだよね。結構持ってきました結構持ってきました、これ3本ほど。3本
フェアウェイだけど3本、うん、まあでも大事ですよね、こう見た感じとか ね、 そうね、うんうん、変わるかなみたいな、うん、ちょっと手首がこう緩んじゃうのかなっていうのがあって、上げてそのまんまの位置から下ろせるといい、そのまま下ろす、うん、でこうふわってしちゃうよね、そう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 、こいつがね動いちゃう、そう動いちゃう、この膝がね悪さするあ、そう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 、なるほどね、そのまんま行く感じ、うん、あんまりそう膝ちょっと抑えたいかな、膝の動きを、うん、こっちに埋めるのがすごい、もともとやっぱインサイドが好きで、だからどうしたらいい、僕構えて、はい、でゆっくり上げてきて私の手にヒットをください、でこっからそのなんだろうな、下半身あんまり使わず、使わずこっからもう落としていきたい、ここアプローチも若干ちょっとアウトサイドインのイメージ、あ、そっか、さっき言ってたやつね、そう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 、背中から来るんじゃなくて、そう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 、もう一回やってみる、はい、一回確認ね、手に、そう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 、こっから落としていきたい、こっから落としていきたい、そう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 、私は待ち飛んでいくんじゃないかと思ってたね本当に大丈夫大丈夫大丈夫、あ、ちょっとじゃあ心配だったら少しだけフェース開いた方がいいかも、あ、こう、うん、あ、オッケー、あ、そしたらちょっと、で、そうね、で、ここですね、そう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 、きなちゃんの手がここにあると思って、OK、ナイス、今位置変わった、上げる、いいとこ、うん、いいとこ、いいとこ上がってた、でもそんな位置いってないですね、いってないよね、うん、うんうんうん、へえ、うん、そっか、うん、そう、これが本当怖いんですよ怖いよね、そう、こっちに上げる、わかった、きなちゃんの手をここにあると思って後半はやるいっちゃいそうと思って、で右にこうやって出しちゃって、そう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 、ナイス、調子上がってますね、ちょっと上がったかもしれない、なんかあの来てるって言った時からスイングがなんかすごい今日一出たかもみたいな、ちょっと変わってきたかも、うん、クグラッシュ、いや、初速やっぱ全然違うかも、違うかも、うん、うん、よいしょ、あのゴルフクラブって、うん、もうずっと、うん、子供の頃から14、いや子供の頃からは他のやつも使ったりとか、へえ、うん、学生終わってからかな14は、逆にそれまでは何使ってたの、それまではいろいろ使いましたよ、ねブリジストンも使ったし、ホンマも使ったし、なんだろう、ホンマゴルフブリジストン、うん、キャロウェイとか使ったことある、うん、結構やっぱいろんなクラブ使ったんですね、そうですね、でも今はもうねそれに落ち着いて、しかもなおかつ、うん、その感じから、うん、自分を下げないっていうすごいよ本当に、よし行くぞ、ですね、131のフォローを9番で打ちます、
きなちゃんは最近年間ラウンド数どれぐらいですか？年間どれぐらいかな、でも月に4、5ぐらいは、4、5ぐらい、まあ週1ぐらい。あ、そうだね。やっぱ楽しいラウンド。あ、楽しい楽しい練習もいいけど、ラウンドがあるから練習できる。あ、そうだね、ラウンドないとちょっと、ちょっとね、週1は行っときたいなって感じ。そうだね、行きたいかな。私もそう思う。なんか練習楽しくなったけど、昔よりは。昔は本当練習嫌いだし、なんかコースコースコースみたいな感じだったけど、意味を持つようになって練習が楽しくなって、でもやっぱコース行かないと、練習だけだとちょっとなみたいな。そうね、同じことの繰り返し。そうさあ、アプローチです。これどういうイメージで？ちょっと測ってきます。はい、どうしようかな、58で行こうかな、50にしようかな。50と58を使い分けるのに、どういう、やっぱ球のその高さで選んでるって感じ？あ、ね、ランラン、ラン、うんうん、転がしていきたかったらやっぱり50だし、50でいきます。はい、じゃあ転がす感じで。はい、うまー、入ったよナイスバーディー。カメラやっててカモンできない。あ、そっか、やりたかったナイスチップイン、ね、なんだこりゃ。ましたね、やっぱ掘りまくりますね大地は一番好きなコースに選んでかしらで、ゆきなちゃんの手、ゆきなちゃんの手、オッケー、ナイス。なんか綺麗に入った、入るよね、いいかも、いいかも。ちょっと初めての、行けた感じが、一回なんか起きるんですよ、手元の中。わかるわかるわかる、あわわみたいな。抜けた。なんか、なんて言えばいいんだろう、なんかスッて、あの自分の体もスッてなって、いつもなんか体も動くし、手元もあわわみたいな。なんか変な衝撃が最初に来るみたいな。イエーイ、ナイス、ナイス、寄せワン。はい、おほほほ、習ったら良くなってきたぞ。